ピーコは、イタリア共和国ラツヨ州、フロジノーネ県にある、人口約2800人の基礎自治体である。フロジノーネ県南部、アウソニ山地の北陸に位置する。カッシーノから、西南西へ約23、約2 3トル県と、フロジノーネから、東南へ約27、約2 7トルナポリから北西へ約90、約9 0トルローマから東南へ、 1> 約1 0 1トルの距離にある。アウソニ山地を隔てて、南にラティーナ県と接する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の LT はラティーナ県所属を示す。コムーネの領域の南部は山地、北部は平地となっている。山地は自然公園として保護されている。 第二次世界大戦中の1943年から1944年にかけてドイツの占領下に置かれた。イタリア戦線の戦いにおいてドイツ軍の防衛戦、グスタフ戦がこの地に引かれ村は戦火に巻き込まれた。ドイツ軍の暴行や大量の爆撃によって村民90人が犠牲になり家屋や農作物は多大な被害を受けた。戦後、 イタリア政府はコムーネに対し、占領下の塾に耐えた勇気と誇り、困難な復興を成し遂げた努力を検証して、市民勲章銀メダルの栄誉を授けている。国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点、村内にアウソニ山地を従環する、道路 SR82 が通っている。北はサンジョバンニン、インカーリコを経て、 フロジローネに繋がっており、南は約1 2トルの山道を隔てて、カンポティメーレに至る。フロジローネ県南部のパステナ、ポンテコルボ、サンジョバンニインパーリコ、ファルバテ、ラと共に、グロンデ、モンティアウソニ山岳自治体を構成しており、その中心コムーネである。ありがとうございます。